フェリックス・ブラックモン、機関車、ターナーに基づくカミー・ユピサロ、ロードシップ連撃、ダリッジ、雨、蒸気、速度、グレート・ウェスタン鉄道は、イギリスの画家、ジョゼフ・マロード・ウィリアム・ターナーが1844年に描いた絵画、ロンドン、ナショナル・ギャラリーに収蔵されている。雨、蒸気、スピード、グレート・ウェスタン鉄道とも表記される。雨が横殴りに降り、 霧が一面に立ち込める中で、本作が制作された当時、世界で最大の鉄道として、なお驚かせていた、グレートウェスタン鉄道の黒色の蒸気機関車が、テームズ川に架かる鉄道橋の上を、猛スピードで失踪してくる様子を、極端な遠近法で描いている。機関車の車体の前面に、実際には見えない位置にあるはずのボイラーの赤色の火を、 描き入れることによってエンジンの力強さが一層強調されている。機関車の上にはエンジンから出る蒸気が黙々と立ち上っており、霧の向こうに消えている。本作に描かれているのはロンドンから西へ5 0トルほど行ったところにあるメイデンヘッドの付近の情景である。二つの大きな楕円形のアーチで構成された。 レンガ作りの橋は、ギシ・イザムバード・キングダム・ブルネルの設計に基づいて、工事が行われ、1839年に完成した。ターナーは、バーニシングデーの檻に、機関車の前を、全速力でかけるのウサギを描き入れた。ウサギは、逃げ足が速いことから、スピードを表すシンボルとされる。この機関車が引っ張っている客車は、座席や屋根がない三等列車である。版画家、 フェリックス・ブラックモンは、1874年に、開催された第一回印象派展に、ターナーによる本作を模写した、同伴が、機関車、ターナーに基づくを出品している。画家カミー・ユピサロは、1870年から1871年に、かけて、ロンドンに滞在し、ターナーによる本作を、じっくり研究した際に、油彩画、ロードシップ連撃、ダリッチを描いている。 山下達郎は、1991年のアルバム、アルチザンで本作を題材とした楽曲、ターナーの機関車ターナー、S チームローラーマイナスを発表している。ありがとうございます。